ベンチ、それは人々に束の間の安らぎを与えてくれる存在。そんなベンチの溶け込む風景と居心地のいいベンチを求めて、今日は熊本城周辺をお散歩します。熊本市の中心市街地にある熊本城。2016年の熊本地震で絶望的な被害を受けた熊本城ですが、着実に復旧工事が進んでいく様子は復興のシンボルとなり、熊本の人々に希望をもたらしています。東京ドームおよそ21個分という広大な敷地を誇る熊本城。現在その大部分が立ち入り禁止となっていますが、城内には城を築いた加藤清正を祀る加藤神社や二の丸広場など、立ち入りが可能になっている場所も。また、よみがえる熊本城復興見学ルートという案内板があり、今しか見られない復興途中の熊本城を見ることができます。そんな熊本城のお堀の役割を果たす坪井川、そのほとりに素敵なベンチスポットが。坪井川沿いには国の重要文化財で長塀と呼ばれる長い塀があり、この対岸にある遊歩道が長塀通り、さらに橋を一つ挟み坪井川沿い緑地の遊歩道が続き、どちらにもベンチが点在しています。重厚感のある石造りのベンチにはいろんな形のものがあり、木製のベンチや石と木を組み合わせて作られたベンチなど、周りの景色に馴染みながらもそれぞれの個性あるベンチたち。そんな中、今日はこちらのベンチで一息。400年前からここにあるお城の一角と、それを守るように流れる坪井川。長塀通りのベンチ、熊本城の力強い存在感を感じられるベンチでした。